河内長野市立石仏小学校は大阪府河内長野市にある公立小学校。2012年度の全校児童数は271人で、主に1学年、約24人の2学級となっている。教職員は16人。校区は旧村地域と青葉台で構成されるが、分離新設校であるため、ニュータウン校としての特色が強い。周辺は山林や畑に囲まれた。 恵まれた環境であるとともに、大阪府内の公立小学校では、少ない運動場のシワ付がなされている。校舎は、地上3階の鉄筋コンクリート作り。敷地は45,577平方メートルと、児童数に対して広い。教材営やコンピュータ室に加え、先進的な ICT 教育の実践がなされている。 2007年度にはパナソニック教育財団による第33回実践教育助成校として、日豪館での国際共同学習が実施されたほか、河内長野市立教育メディアセンターの協力のもと、河内長野市立加が小学校と合同で遠隔教室を行うなどもしている。加が時よ水は番ンチで指定されている。主な年中行事は以下の通り、ホタル観賞会。 卒業式最寄りは、三課の大駅であるが、道路交通網が整備されていないため、より距離のある隣駅の三日市長駅が主に利用される。ありがとうございます。